レイフ・リュー・ラフレンツは、アメリカ合衆国、アイオワ州出身の元バスケットボール選手。NBA のデンバーナゲッツ等に所属していた。身長211センチメートル。体重111キログラム。ポジションは、パワーフォワード、センター。高校時代、水泳選手として、地区大会での優勝経験もあったラフレンツであったが、高校で、 バスケットボールの監督を務めていた父の指導の下で、才能を開花させて、平均11.8得点、6.8リバウンドの成績を残し、1994年には、オール USA のファーストチームに選出された。その後、バスケの名門カンザス大学に進学したラフレンツは1年目から、先発出場を続け、AP 通信のオールアメリカンに2度選出された。 これは90年代の選手としては他に、シャキール・オニールとティム・ダンカンのみが成し遂げた快挙であった。大学のチームメイトには、ボール・ピアースがおり、彼らに率いられたカンザス大学の4年間の勝率は87.8%をマークした。1998年の NBA ドラフトで、デンバー・ナゲッツから全体3位で指名されて、NBA 入り。全体10位で、 ボストンセルティックスに指名されたポール・ピアースよりも高い評価を受けた。最初の年は、左膝の怪我によりわずか12試合の出場に止まったが、翌1999年シーズンには完治し、80試合に先発出場した。2002年2月21日に、ニック・バン・エクセル、エイブリー・ジョンソン、オリバー・セントイコール・ジーンらと共に、 ダラス・マーベリックスのジュアン・ハワード、ドネル、ハービー、ティム・ハーダウェイ、2002年のドラフト一巡目指名権とのトレードに出される。なお、この年のバスケットボール世界選手権では、アメリカ代表に選出された。2003年10月20日に、クリス・ミルズ、イジ・ウェルシュ、ドラフト一巡目指名権と共に、ボストン・セルティックスのトニー・デルク、アントアン・ウォーカーとのトレードに出される。 2006年6月28日に、ダンディックカウと共に、ポートランドトレイルブレイザーズのテオラトリフ、セバスチャンテルフェア、2007年のドラフト7位、指名権とのトレードに出された。2008から09シーズンは、膝の負傷が悪化しシーズン全位2009年夏にフェニックスサンズに放出5倍アウトで、解雇され、引退した。アウトサイドシュートが得意なビッグマンであり、 キャリア通算でのスリーポイント成功率は36%、フリースロー成功率は71%。90年代は、シャキール・オニールが NBA のゴール下を席巻しており、ドラフトでの高順位指名もインサイドで強力な支配力を発揮するオニールをアウトサイドに連れ出すことを期待されたためである。しかし、ダラス・マーベリックス時代は2003年の カンファレンス決勝でのサンアントニオスパーズとの対戦で、ティム・ダンカンやデビッド・ロビンソンらとのマッチアップで力を発揮することができず、またインサイドでのリバウンド争いやディフェンスなどに積極的に取り組もうとせず、アウトサイドからシュートを打ちたがる、プレイスタイルをドン・ネルソンに嫌われ、ボストン・セルティックスに放出されるなど、ドラフト3位の期待に応えたとは言いがたかった。ありがとうございます。